検出したら LINE で教えてくれるような機能を追加してみたいと思います。お、来ましたね。写真を送りましたって出てます。オオスズメバチが来ましたで写真まで送ってくれてます。あ、また来ましたね。また来ました。お、 0.89 かなり高い確率でオオスズメバチだって自信を持って判定しているようです。こんにちは、週末予報チャンネルのゆういちです。養蜂家にとって悩ましいのはオオスズメバチですよね。前回オオスズメバチを検出して自動的に追い払う装置を作ってみました。今回は検出したら LINE で教えてくれるような機能を追加してみたいと思います。それではスタート。まず前回のおさらいです。前回ラズベリーパイというマイクロコンピュータで巣門周辺の映像を撮っておいて、オオスズメバチが来たらこの霧吹きをプシュッと吹きます。この中には水ではなくてオオスズメバチが嫌がる製品が入っていて、かかったオオスズメバチはすぐに逃げていくというものでした。詳しくは概要欄に貼ってあるのでそちらから動画を見てください。今回は LINE に通知するようにしたいと思います。で、こちらのラズベリーパイというマイクロコンピューターは Wi-Fi につなぐことができるので、これでインターネットにつなげました。今ちょっと家の庭先でやってるので Wi-Fi が届きました。Wi-Fi がない場所でも携帯電話のインターネットと同じようにつなぐことができるので、それを使うことができます。皆さん LINE を使われていると思うんですけど、 LINE には友達以外にも企業アカウントとか、あとおしゃべりしてくれるチャットボットみたいなものがありますよね。今回はそういったチャットボットを自分で作って、オオスズメバチが来たら僕に通知してくれる専用のものを作りました。はい、それでは実際に試してみたいと思います。はい、実はもうセットアップできてます。これがラズベリーパイというマイクロコンピューターで、ここにカメラがついてます。で、ちょっと今もうカメラが動いてるので隠すためにガムテープが貼ってあります。で、このラズベリーパイにこのパソコンとかディスプレイとかキーボードがついてるんですけど、もちろんこういうのはなくても動きます。オオスズメバチはニホンミツバチを襲うときにブーンと飛んできて巣の入り口に着陸します。この辺りですね。この辺りを歩き回って入れるとこはないか、こうゆっくりと歩き回ります。そうするとミツバチは中に入って籠城してしまいます。なのでオオスズメバチに襲われているときって、このオオスズメバチが巣門周辺をぐるぐると歩き回っているような様子になります。なので結構簡単に画像認識で判定することができるんですね。はい、じゃあ早速試してみましょう。もうプログラムが動いているので、このカメラをオープンします。3、2、1、さあ、ちょっとマイクロコンピューターの性能が低いので3秒に1回ぐらいしか検出しないんですけど、お、来ましたね。これはオオスズメバチさんかな。あ、オオスズメバチさんが写真を送りましたって出てます。ちょっと開いてみますか。はい、どうですか。オオスズメバチが来ましたで写真まで送ってくれてます。ホーネット93ですね。 0.93 ですね。ホーネットはスズメバチって意味で、 0.93 は0から1までの間でどれぐらい確証を持ってオオスズメバチかどうか判定しているかっていう数字です。あ、また来ましたね。10秒に1回ぐらい判定して写真を送るようになっているので、もしオオスズメバチがこんな感じでいたらどんどん数字が来ます。はい、また来ました。はい、 0.89 かなり高い確率でオオスズメバチだって自信を持って判定しているようです。本当は2匹同時に判定できてもいいんですけど、ちょっと片方しか認識はできてないみたいですね。いやー、うまくいってますね。まあさすがにこんだけ来るとうざいので、1回検出したら3回ぐらいまでしか送らないとか、そういう風に制御することもできます。はい、うまくいってますね。ただオオスズメバチ襲いに来るときは10匹ぐらいこう歩き回ることもあるので、ちょっと2匹だと少ないかなと思いました。で、あの追加でもう2匹捕まえてみたので、ここに入れてちゃんと認識するかやってみようと思います。さあ、押し隙間を開けて、さあ、こっちだよ。下手くそか。
ちょっと下手なんでね、まえさんにやってもらおうと思います。はい、ゆういちくんはちょっと不器用なんで私がやります。はい、3匹入れました。ちょっと喧嘩し始めたんで出します。大変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 。蔵ケースを開けたらさすがに逃げてしまったんですけど、1匹なんかここにずっといるので蔵ケースなしで検出できるかやってみようと思います。ちょっと元気ないですけど、まあ、オオスズメバチが襲うときはこんな感じで、お、穴めてますね。穴めてるし検出してますね。あ、認識してるね。こんな感じで、もっとこれかな、ここもうちょっと本当は狭いんですけど、こんな感じでオオスズメバチが上陸して、ここ絶対入れなくなってるんで、この前でいつもたむろしてるんですけど、今たまたま再現できてますね。おお、はい、ちゃんと識別してきてます。オオスズメバチ今ちょっと元気ないんですけど、まあ、ミツバチの巣を襲うときも結構止まってたりするので、まあ、同じように認識できます。おお、こんな感じですね、いつもミツバチを攻めるときは。で、ミツバチは怖がって中に入ってしまいます。ちょっと長い間待ってもらってたんでお腹空いたんでしょうね。オオスズメバチはもちろんミツバチを捕まえて食べたりするんですけど、実は飲むことしかできません。なので成虫は捕まえた昆虫を幼虫にあげて、幼虫が出す分泌液を舐めたり樹液を舐めたりして生きています。こんだけお腹細いんで、まあ、固形物は通らないんですけど、まあ、お腹が細いってことはむっちゃ腰が曲がるってことなので、針がね、頭のあたりぐらいまで届くんじゃないかな。おそらく針をうまく使うためにこんだけ腰が細いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、スズメバチは専門じゃないんで間違ってたらすみません。お、結構な高い精度で認識しますね。まあ、本当はオオスズメバチが集団で襲っているところで試したいんですけど、オオスズメバチがなかなか来てなくて、そういうところを見つけられなかったので今ちょっとこれで実験してます。はい、今回はオオスズメバチを検出したら LINE で通知するっていうのを作ってみました。いや、すごくうまくいったと思います。我ながらうまくいきましたね。インターネットがつながる場所でこういうものを置く場所と電源があればできるので実用化は近いと思います。ちょっとまだ通知が止まりません。今回はちょっとオオスズメバチがこの巣箱を襲ってくれてたらうまくできたんですけど、襲うオオスズメバチがいなかったので無理やり連れてきてやってみたんですけど、なんかいい感じに歩き回ってくれたので、これでもうテストとしてもバッチリだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではニホンミツバチやオオスズメバチの生態を紹介していますので、よかったらチャンネル登録お願いします。コメントや高評価もお待ちしています。それではまたお会いしましょう。さようなら。次回はニホンミツバチの分法に関するクイズ動画をお送りします。ニホンミツバチを捕獲したいと思っている方には必須の基礎知識を盛り込みましたので、ぜひチャレンジしてみてください。ぜひお楽しみに。それでは。